はい、ペラペラです。ついに届きましたね。届きました。こちらね、まあね、昨今こう転売だったりとか、ね、よくまあ楽器関係でのね転売が本当にやっぱ今増えてますよね。楽器ばっかりじゃないですよね。もうゲームとかもそうだし、こうなかなかやっぱ手に入りにくいものとかが。ね、やっぱこう転売されていく世の中ですけれども、まあ私はね、こう転売屋からは買ってないよっていうことで、はい、ちょこれ証拠としてね、はい、某音屋さんで、買っておりますのでね、私はね、あの名前のところは伏せさせていただいております。やっと届きました。うん、っていうか仕事でね、なかなか受け取れなくて、やっと、手に入りました。さあ、これ開封をしていきたいと思います。うん、多分サムネとかタイトルで中身はもうわかると思うんですけど、ね、ここにね、ちゃんと、こいつもスタンバっております。先代。じゃあ開けていきましょう。いやー、これはすごく楽しみだったんですよ。ちょっと箱が大きいですね。なんかね、僕もあのツイートでよくね、ずっと見てたんですよ。みんなの手に入れてる光景をね。大きいです。なんか、限定感ありますね、やっぱり。いいなぁ。うん、いいぞ。はい。ね、TB2W。ね。ワザクラフト。ワザペダル初めてですね、実は。うん。普通のボスの箱、これですね。今回これ、まあ、2倍ぐらいある。1.5 倍ぐらいあるかな。大きさ的に言えば。プレミアム感ありますね。やっぱ限定生産っていうだけあってね。さあ、早速開けていきましょうか。いやー、楽しみ。いいよ。いいよ。お。あ、シリアルナンバー書いてた。2380でした、僕のはね。なんか、いろいろ入ってますね、保証書とか。まあ、説明書、いつも通りかな。説明書とか、そこら辺かな。この辺はじゃあ、ちょっとすっ飛ばして、中身行きましょうよ。こちらです。おぉ。来ましたー。やば。ソーラサウンドとのコラボ。限定3000台ということです。すごい。かっこいい。なんか思ったほど塗装悪くないです。なんか、なんだろう、こう、ツイートでずっとなんかダサいダサい言われてたんですけど、思ったほどないですよ。なんかこんな感じ見えるかな。コンクリートみたいですね。確かにね、ちょっとね、あのハンマートーン風に仕上げた、感じでしょうかね。 FZ3 こんな感じで、よいしょ、こういう感じ。はい、どうすか、見えてます？こっちは確かにハンマートーンなんですよね。ちょっとへこんでる感じがあるね。こっちはもうなんかそういう塗装ですね、確かにね。いやー、いいじゃないですか。うん、かっこいいな。ここはやばいね。この両脇にこのスポンジが入っている、このプレミアム感がね、まあ、他のボスよりも丁重に扱われている感じがします。ここにもね、シリアル番号ありましたね。インネジで、お、じゃん、電池入ってました。 FZ3 とね、比較したいんですよ、僕は。なんかこれもなんかね、いろいろ書いてます。こういう感じで、全部英語で、なんか回路図がね、ここに載ってるんですよね。これはトーンベンダーの回路図かな。なんか詳しいことよくわかんないんですけどね。ということで、この2つを比べていきましょうね。やったー。早速開けましょうか。なんか気になるな。なんかね、開けてる人もいたよ。まさかね、あの手に入るとはね、やっぱ正直思ってなかったですよ。なんかこう一気に、まあ、デジマートとかでいきなりなんか予約が始まったじゃないですか。で、一気に売れていってしまって、ああって、まあ僕も仕事中だったんですよね、その日が。で、ああもう絶対無理だと思いながら、なんか8時か7時かぐらいに確かこう予約が勝手に始まってて、で、ああもう絶対無理だって思ったんですね。しかも高いからもういいやとか思ってたんですけど、その次の日の朝に、まさかサウンドハウスにはないでしょと思ってチラッとね、見てみたらあったんですよね、受注受付みたいなのが。こうなってます。おー、なんかかっこいいね。見えるかな、こんな感じ。
なってます。どれがそのゲルマニウムなんだろう。これかな、これか。3つこう並んでますね。これがトランジスタ、ゲルマニウムのね。これのせいで3000台しか作れなかったということですね。なんか後のこの抵抗とかがすごいんだけど、でここ中にちょっと見えにくいんだけど、ここにトリマーが2つついてる、3つぐらいついてるね。見える？こうトリマーが3つ、青いやつがついてるでしょ。これ全部それぞれバイアスかな、を調整するやつかもしれないですね。一度後ろね、ちょっと見せときましょうね。こうやって全然わかんないですけど、これ見ても。でここに、メイドインジャパンって書いてますね。でそのサウンドハウスでこれってもしかして注文できるのと思って、そのままクリッククリッククリックってずっと行ったら完了しましたみたいな、本当にできたんかなこれみたいな手配できませんでしたとか言ってメール来るんだろうとか思いながら、まあでも、まあ、結果的にこうやって届きましたね。まあ、運が良かったでしょうね多分。ということで、早速ね音出ししていきましょう。楽しみです。どっちで行こうかな。 SV20 かなやっぱり。まずといえばね SV20 でちょっとね音を試したいと思います。じゃあ早速行きましょうね。まあやっぱりそれぞれでね繋いだ方がいいかなと思って、ここはまあ、パッチは使わずに、1個だけをねやってます。まあ後ろにあの何もつけてない状態です。でまずクリーンね。ストラトですね。では行きましょう。ちょっとレベル押さえとこうかな。すごくねいいですまあいい意味でボスっぽくない。でこの 7V にした場合とか、なんかシャリシャリ感が増す、簡単に言ったら9V で、わかるかな。それとちょっと減るような感じ、レンジが下がるというか、で 12V で、歪みがね荒くなるんですよ。7が一番きめ細かくて、9がまあ普通で、12が荒いって感じかな。多分その、音がこう潰されるこの値がどんどんこう広がっていってるような感じがするんですよね、すごくね。はい、じゃあここで FZ3 とね比
画していこうかなと思います。ではね、早速ちょっとじゃあどうしようかな。こっちはトーンがあるからなっていうとこあるんで、まずじゃあ TB2 から、それにまあ全部センターでね。こうやって比較するとね、でしょうかね。この2つをね、比べてみましたけど、いや、めっちゃいいですね。めっちゃいい。なんだろうな、こうずっと弾いていたくなる感じというかですね。まあ他のペダルで同じ音出るんじゃないかっていうのはもちろんある。あります。ただボスがそれをやったっていうのが初なわけですね。でそこにやっぱりこう、まあ、しかもこれゲルマニウムの関係でね、3000台までしか、作れなかったと。ということなんで再販もない、おそらく多分まあ他のゲルマニウムで再販する可能性はありますけどね。その時は TB3 とかになってるかもしれないですけどね。そういうところもあったりとかして、やっぱプレミアム感がね、すごくあるかなと思います。で改めて FZ3、非常にいいペダルだなと思いましたね。太い音が、いや、いろんなペダルと組み合わせるとあんまり良さをねやっぱ感じにくくなったりはするんですよ。ただクリーンのアンプにつなげると本領発揮しますね。僕は最近もC1 を後ろにつないでちょっとクランチ気味にしてて、でこれを踏んだところでこう音が引っ込むっていうのはね、ちょっと懸念してたところではあるんですけど、
クリーンのアンプに、つなぐとめちゃくちゃいいなんだろう、トーンがね、つまみがあるから、まあ結構好きにね扱えるし、改めてこの FZ3 は強いなと、思いましたやっぱ全然この2つは音が違いましたね。まあ、似たような設定にはできるかもしれないんですけど、やっぱなかなか違うエフェクターで、それぞれ面白かったなと思います。ということで、今日はこちら、TB2 技、まあ、W ですね、こちらを、まあ、開封と FZ3 との比較をねちょっと一緒にやっていきました。まあ動画で伝わればいいなと思います。このアタックをね上げた時のこう毛羽立ち感というか、こうジューシーさがめちゃくちゃ気持ちよくって、弦のそのなんだろう、分離感が一気に増すというかね、そういった感じがすごくして、すごい弾きやすくなります。なんか軽いタッチでもねどんどんこう音が出てくれるっていう感じになるので、結構感動しますね。まあ何か参考になればなと思います。うん、まあ良くも悪くもね、あ大したことねえなと思ってもいいと思うし、すげえなと思ってもらってもいいと思うんですけど、転売屋は許さないというところで、はいでは、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。